はい、良い風景です。ポテトトムです。こんばんは。はい、稼ぎつつ山頂目指してます。14回、封印の杖ようやくゲットしたんだよな。これは助かるね。ん、命の草か。これ飲んじゃうべきかどうか。他捨てるもんないしな、まあ、この辺はお金にしようと思ってますので、しょうがない、飲んじゃおう、もったいないが。あ、そうだ、ちょっと邪魔すぎる。飲む意味とかもないんだけど、こいつにくれてやった方がいいかもしれないが。あ、おにぎりかこれ。これ食べちゃう。保存が割れちゃったの痛かったな。こんばんは。こんばんは。大砲の弾はなかなか出ないですね。確率は 10% だそうです。で、封印の杖 3% みたいな。あ、ちょっと待った、拾われちゃう。やだな。あいつ嫌なんだけど。まずいぞこれ、倒すしかない。あ、出なかった。風吹いてきちゃった。あともう一個ぐらい出ないかな。なんかもう一個くらい出ないか。魔王持って封印されるとアイテム出せないのかな。やっぱり。ああ、こいつ邪魔すぎる。何やってんだよ、何やってんだよ。そう、あいつ始末したいよ。倍速かこれ。どうしようか倍速。金にはなるかもしれないが、置いていくものってあるか。どうしよっかな。まあないよね。ないな。来たんか。ギタン強力なアイテムになりうるんだけどね。まあお金にはなるんで持っていこう。あ、ちょっと回ってみよっか。あ、ちょっとやだな。あ、まずいぞこれ。3倍速になった。よしよし、倒したらよかった。うおお。ちょっと回ってみよう。こんなところか。よし、じゃあ行こう。じゃあアイテム整理しようかな。さて来ました、ようやく頂上来た。ね、じゃあ、売ろう。どうしようかな。
岩いらないな、確実に。で、鬼よけ水。どうするべきか。かかりましたね。まあ、急いでやろうと思ってないんで。すいませんね。ちょっとゆっくりやな、お箱だからね。申し訳ないっす。いらないもの、売りたいものは特になかったはずだけど。いいですか？すいませんね。ありがとうございます。鬼よけ水、こんないらないよな。持っていくとしても1個だな。あとは、あ、で、これ持っていけるんか、もしかして。あんなことないか。ちょっと整理しなくちゃいけないか。じゃあ、鬼よけ水をこれ、出して。とりあえずここにあるやつは、振っちゃっていいよな。あ、ちょっと待って。水一個だけ取っとこうか。とりあえずどうなるかわかんないけど。あ、これ、最高、土だ、取っとく？一個入ってるやん、でもね。これ、じゃあとりあえず行っちゃって。あ、どうもでーす。はい。これ二つ空いてるかな。じゃあ砂鉄入れておき。あ、すいません。本当マイペースだよね。じゃあ土これ出しとこうか。で、これ売っちゃおう。で、土これ役に立つけど、水はあった方がいいと思うし、水入れておこう。で、これでアイテム整理完了かな？一個空いてるね。そっか。じゃあ、まあいいか。では、あ、待って、島なくていいんかな。あ、そっか、島なくていいんだ、別に。そう、保存少ないですからね。で、あとは、はいはい。腕をまとめとけばいいか。じゃあそうしよう。一番上になんかすぐ出したいやつをまとめておきますね。本当呪われたやつが一個あると、これを出して、あ、そうだ、使いかけの木の矢。じゃあ鉄の矢か、これ。まずはでも木の矢でいいか。じゃあこれ出しとこう。あとは円筒百発百中、これを出してる。よしよし。投資円筒百発百中と木の矢。鉄の矢入れて。はいはい、これでいいのかな。まあこんな感じですね。説明しなかった。見る。はい、腕はここにある。で、構成が1個と変形が2つあると。おにぎりがなんかここに入ってるけど、まあいいや。鬼よけ水一応一個だけ持ってこうかなって思いました。あと土ね。土使うかな。まあ、もしかしたら逃げるときに使うかもしれないし。まあ、こんな感じです。さて。じゃあ、今、時間は？
まだあと20分弱あるんですね。そっか。じゃ今回は、これ止めておこう。で、まあ次回またやります。こっからやりますけど。まあちょっと時間があるんで、じゃあ別のことやりますか。最果ての道。なんかせっかく来てもらったし、なんか別のことやります。まあ動画撮る手前、ちょっと厳いところから始めたいんですよね。さてと、どうなるかな。ちょっと力上げられるかどうか、本当、まあ、そこが、それが問題だよな。よく聞きがないんですよね。だから、識別したいんですけど、草の識別が優先かな？とりあえずは。まあ、そういうことになるよな。でもあれか、壺か。壺の識別優先の方がいいかな。そんな感じかな。壺。どうやらね、壺3種類しか出ないようですね。このダンジョンは。で、識別と手風地と水紙みたいだから、水紙はすぐ識別できるんで、一枚識別を使えば壺は、壺の識別は完璧みたいだな。あ、落ちてるアイテムっていう話ですね。落ちてるものはそんな感じみたいです。なんだっけ。あ、バトルカウンターか。そう。落ちてるアイテムね。押し売りがなんか壺売ってるみたいなんですけど、それはちょっとまた少し違うみたいですね。またいろいろ出るみたいですけど。変化二つか。どうかな。変化二つっていう条件は初回の時と一緒だけど、うまいこと出てくれるかな、いいものが。まああんまり期待かけずに、まあ気軽にやっていこうかな。とりあえず投資が出てくれたんで、まあ目標はもちろんクリアすることですけど、さーてどうなるかな。振っちゃおうか。空振りか。象牙の盾。もうそろそろ読んでもいいかな。おっとのっ、なんだこれ、なんだこれ。あー別に使わなくていいか。あ、普通に拾っちゃった。力の草ゲット。どうしようかな。これが何かによるよな。これ入れてみるか。何？あ、まずいぞ。満腹とか 1% だ。まずい。こんな搭載型って、なんてこと。
早く壊れろ。まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ、これ。こんな倒せる方、いやー。倒せる方っていうか、餓死する。あ、やった。いやー、手封じね。まさかの。なんてこと見てから物を入れたいね。ちょっと、天井の。どのぐらいのっていうか、身長とかあってもいいよね。そうそうそう、倒れるとかあったら。はい、ノイズ消えたかな、どうだろう、接触ですかね、そうかもしれないですね。うん、ちょっともう一度見てみるか。参ったよな。なんか接続するときすっごい硬かったんだよな。ありがとうございます。接続するときになんか、あの、端子のところがすっごい硬くて、力なくさ、おお、爆睡か。まあいいや。次回の配信について、じゃあちょっとお話しますか。とりあえず今日は切ろうかなって思ってます。今日は、やらないです。で、次はいつかな。今日が月曜日かな。月かってなんか仕事があるから、もしかすると火曜日の夜が一番早いかもしれないですね。うん、火曜日の夜、今10時以降になりますけど、まあ、今と同じぐらいの時間になるかな。もし、やるなら。うん、そんな感じですね。もしできるならそんな感じかな。まあ、明日の夜中やってもいいかもしれないけど。どうかな。明日疲れ切ってたらやらないしな。そんな感じですね。とりあえず次回の配信は今日と同じぐらいの時間になるんじゃないかなと思います。あの、明け方とかじゃないです、多分。空振りか。皮つけてった方がいいのか。まあ何でもいいや。増減しようか。あ、そうなんですよね。まあいい感じで準備できました。うん。今9台点だと思います。あれ食い物ないんかな、もしかして。あ、二つあるか。まあいいや、別に。ちょっと粘ることもないし。回ってから。プラチナ、もう一個来たな。何だったんだろうな。くねくね避けとかそういった類か。まあいいや、置いてこう。よし、じゃあ、巻物読みながら。次行こうか。読みたいものない。
これなんだろう。つけちゃえ。力4分の3？いつの間にそんな下がった。なんだろう。濃紺か。あ、そっかそっかそっか。半分にされたんか。そういや、そうだった。あ、違う。濃紺いつまで装備してる。ちょっと。この、よくわからないやつ交換しとく。草増えたな。ダブってないか。あ、これ読んじゃおうか。炎上。本当は良くないよね。大部屋だったらずっと大変だしな。ちょっと開かずでは気をつけよう。開かずでは巻物読むときは気をつけないと。変な時に大部屋住みたくないからな。あ、ちょっと待て、力の草。ちょっと今飲むのはもったいないよね。どうしよう。飲んじゃうか、これ。ハトビか。刀だ。金の剣、どうしよっか。持ってく価値あるかね。とりあえずこれで交換しよっか。どうしよっかな。拾える。あ、ちょっと厳しい。と、上の部屋調べたい。よし、じゃあちぎっちゃおう。空振りもあるし、おにぎり稼いでた方がいいだろうな。休会ってことでやってっかな。やるべきかどうか。まあ明らかにやるべき。だよな。でもちょっと面倒か。まあちょっと元気があるときにやるか。よし。まあ別に。やってもいいんだけど、中断します。はい、じゃあもう動画も切っちゃおうかなと思います。なんか新しく来てくれた方いらっしゃったみたいなんで、まあどんな状況かお話ししつつ終わりにしますかね。今持ち物はこんな感じですね。成仏のカーマープラス3がこれメインですね。で、これ、まあ、こんな感じですね。まあ、適当に入れてみました。おにぎりが3つ入ってますけど。はい。お疲れ様でした。で、バトルカウンター、おとぎり層満載しました。バトルカウンターメインだっていうことで、おにぎりを飯員3つにしたんですね。お疲れ様です。で、復活の草たくさん出てくれて、今1個出てますけど、あ、そうだ、今回は投資があるんですよね。で、遠投100発100中もあります。で、遠投もう一個あって、ただ呪われてますからね。まあ、そんな感じですね。
で、封印の杖、稼ぎたかったんですけど、一個だけ出てくれました。こんな感じかな。幸せの草が、幸せ草が二つあるんで、経験値増やせるんだったら増やしたいかな。まあ、そんな感じかな。あとは、確か復活の草4つぐらいあった気がするな。すごくたくさんあるんですよ。で、大砲の弾を稼ぎたかったんですけど、まあそれ稼いでましたね。あと、矢が300ないかな ?250 強化あるみたいですね。本当はもっと稼ぎたかったが、うまくいかなかったですね。まあそんな感じですかね。うん。まあこんな感じですね。で、マーモンの中にはこんな感じですね。合成の壺が1個あって、変形の壺が2つ出てくれましたね。あ、こんな感じですね。最高の砂鉄はちょっと頼みにしてるんで、まあ、これはしっかり1個持っていきたいかな。で、鬼岡道と最高の土は、まあ、使っちゃってもいいかなと思いますけど、まあ、低層でね。まあ、そんな感じです。はい。次回の配信は、さっきも言った話ですけど、次回の配信は明日か明後日かな。はい。明日は多分かなり寝不足な状況だと思うんで、多分明後日じゃないかなと思うんですけど。まあ、そんな感じです。じゃあ、今回切ります。ご視聴ありがとうございました。